私はですね、はい、ニューヨークに来たら、はい、もうぜひやりたかったことがあるんですよ。何、はい、ですか？ヨガ。ヨガ。今ニューヨークセレブたちの間で最も話題を集めているのがビクラムヨガ。実はこのビクラム氏こそヨガを提唱し、世界中に空前のヨガブームを巻き起こした張本人。マドンナなどハリウッドのそうそうたる顔ぶれが実践したことで名を馳せたこのビクラムヨガは、1日体験や1週間お試しコースもあり、観光と合わせて気軽に体験することができます。早速2人もニューヨークセレブに人気のヨガでリフレッシュ。ビクラムヨガは室温40度、湿度 55% という高温多湿の部屋で汗をかくことで体内にある毒素を排出し、体の内側から美しくなれるそうなんです。始まってわずかな時間で汗が滴り落ちる三平君、まさに必死の形相。一方ソニンちゃんは経験者というだけあって身のこなしもスマート。すごいな、これね、持ってるよりすんごいバランス取るの難しいんだよね。すごいこれ、左足1本でしかも右足こんなまっすぐ立って、汗がドボドボ落ちてるよ。汗すごい汗、すげえ。 手の先まで沈く。ほらほら、すごい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 持ってるけど、あーもう辛いって。このビクラムヨガ、すでに日本でも銀座に1号店がオープンし、今後さらなるブームが押し寄せること間違いなし。